結構前にねゲットした本なんだけどさ、めちゃめちゃ気に入ってて今でも読んでるんだよね。クールジャパン命、お江戸の昔から毛も可愛いは正義なのだ、このね意味のわかんない化け物たちがねたくさん載っててセリフも付けられてるんだよね。230年前の漫画であるぞ。まあいいから読んでみこいつ超可愛くない？でね今日はね、そうだちょっと待って、俺のお気に入りのねお気に入りのシーンを見てほしいんだよね。お気に入りの、いやーこれいいわ、見てザン、超可愛くない？猫がいてね、猫がいてこのドッスンって足が落ちてきて、この食われそうになってる侍がいるんだよね。侍を頭からガリ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 クソン、すげえわなこの顔見て、うわーいいな。俺こういうねなんか墨絵風の、あまあ墨絵風っていうか墨絵が好きなんだよね。だから今日はこのね筆一本でこういう絵を、まあこんなうまくは描けないと思うけど、こんな感じの絵をねちょっと描いてみたいと思うんだよな。これすげえ面白いからみんなもぜひ買ってみて、ね値段はねそう安いんだよ、定価1100円プラス税で、すごく安いから、安くてね面白いからぜひみんなにもおすすめの本で、どうしよっかな。できれば今日は全部ノーカットでいきたいんだけど、まず顔の輪郭からこう、おお、やべえなんか失敗した感が半端ない。大丈夫か大丈夫か、何がやっぱ、いや何か全部違うね。なんだろう、線の強弱かな、細かい線がないから。すげえ、いや うまいねやっぱね、すげえレベルの違いを感じるわ。いやでもまあね、こんな感じでいいかな。あちょっと待って、後ろにさこのこれ書いていい、これこの木みたいな、これいいな、あったらよくない、こういう後ろにさこう、待ってこれ見ながら書いていい、ごめんこれはさちょっと見ながら書いていい。あーやっぱモデルがあるといいな、あるとねすんなり描ける。いやでも難しいぞね、目みたいなこうささっとつけて、まあこんな感じ、こんな感じかな。うん、よしできたぞみんな。
とりあえず完成。これでヒュードロドロ、ヒュードロドロドロまで書いていい。ヒュードロドロドロ、ヒュードロドロドロ、え、いいね。ヒュードロドロドロ、字失敗したな、おい。なんだこの汚い字は。あ、でもいいか、幽霊っぽくて逆にいいかも。幽霊っぽくてさ、ヒュードロドロドロ、ヒュードロドロドロ、よし、今の俺の実力じゃこんなもんかな。ちょっと筆絵をね、あの筆ペンの絵を極めていこうと思うわ。これからちょっともっと練習して、今ちょっとカオスだけど何回も書いてね、練習すれば俺の、あ、やべ、ついたかな。あー、よかった、手袋だった、指についたと思った、危ね。こんな感じの絵を描けるようになりたいから頑張ってちょっと練習してみるわ。まあ今日はとりあえず幽霊1つ目、カッパ少女が、まあ、キュウリを盗んできてね、帰ってきたところと、でちょうどあの見つかっちゃって、あ、やべ、どうしようみたいな感じになってるところに、あの帰りを待っていた友達がキュウリよこせやと出てきたと。でも1本しかないから、はあ、それも困ると。そんな感じで行こう。